never give up。はい、ということでね、今日はですね9月29日日曜日、葵くんが初ライブの日となっております。今ねライブ終わって帰っているところなんですけども、まあ、せっかくなんでねこの後ちょっと葵くんのお家にお邪魔してね、バーベキューに参加させていただくんですけれども、その帰り道にねちょっと葵くんと今日の感想でもお話ししようかなと思って、来ていただきました。葵くんです、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。葵くん、今日ライブ終わってみてどうでしたか？楽しかった。楽しかった？暑かったね。暑かった。あー、暑かった。あそこの、眠れない夜にっていうとこ、もうめっちゃ汗が出ます。僕の目から見てもね、葵くん大粒の汗かいてましたね。いやいやいや、お客さんもね結構来てくれてたね。で、お友達も来てたし、木屋先生も来てくれてたね。よかったよかった。みんな多分ね楽しみにしてくれてたんじゃないかなと思いますね。野外ステージってなんかちょっとね普通とは違う感じがしてあれやけど、ね、かっこよかったね。なんかねまたコンサートで日曜出るかもしれません。まあ、でもね来年の3月に出てくださいって言ってくれてたから出たいね。そこ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 、葵くんは今からじゃあそのどんな感じの人になっていきたいですか？目標。ファンがいっぱいできて。ファンがいっぱいできて。感動させて。感動させて。だからもっと上手くなって。もう、今の人じゃない。もうミセスグリーンアプリみたいに、めっちゃ大揃いの人で、見てもらって。感動させる感じ。陣やりたい。わあ、いいね。目標はでかくないとね。そこそこそこ。今日はその第一歩だったってことでね、よかったと思います。汗がさ、目に染みたよね。染みた。いや、俺もさ、そのなんだろう。途中からね、もう目が見えなくなっちゃって。そうそうそう、タオル持ってきときゃよかったと。葵くんに前もらったタオルをさ、ハンカチをさ、ポケットなんか入れときゃよかったなって後で気づきました。今日3曲やった中で何が一番良かった？やっぱ怪獣のフラーザかな。そっかそっか、お気に入りやもんね。お客さんも知ってる曲が多分一番知ってるのが怪獣の花歌っぽかったからね、すごいみんな手拍子してくれてましたよね。良かったと思います。さあ、やっぱなんか、この前みたいにやっぱなんか声が聞き取り、なんかラーズちょっと鳴りみたいな、ちょっとなんか声が出ない、声出しよったけどね、なんか声がね、あんまり出てない感じ。そこそこそこ。あ、でもほらさっきお店の人も言ってたけどさ、どんどん上手になっていきよったって褒めてくれてたね。あれ嬉しかったね。嬉しかったよね。やっぱそういうのいいよね。多分ねお祭りとかがあったら今度呼ばれるかもしれない。朝倉のお祭りに出てくださいとか、点灯式に出てくださいとか言われるかもしれない。そしたらスターになれるかもね。今日でもすごい声かけられてたね。なんかね嬉しいね。いやーもうね僕の感想としては、これまだまっすぐで大丈夫？僕の感想としてはね、暑かったやん。暑かった。通り過ぎだけどね。通り過ぎた。今止まったけんね。ね、もうちょっとね。オッケー。ちょっとね。いいよいいよ。オッケー。止まったけんちょっと。じゃあ、戻れば大丈夫。ドライブしとる。よし、オッケー。任せ、まあ、あとは俺に任せてくれ。じゃあ、曲がるよ。戻ってけば大丈夫ね。はい、どこどこ言ってんのよ、次ここ待って。なんかローソンみたいな。コンビニ。オッケー。あそこ実はローソンだったと思う。あ、そうなんや。あ、ポプラのこと。あれな、ポプラじゃないね、あれなんだろう。あのトラックとかが止まってる。おお。あそこ実はローソンやね。なくなっちゃった。今のとこ？今のとこ。オッケー。そこで。オッケー。よし、思う思えた。2回間違えたね。よし、そしたら、
です。もうちょっとしたら右に曲がればいいじゃんね。まあ、ちょっと皆さんちょっとね間違え何回間違えたんだって話だよね。お父さんとお母さんがちょっと心配しとるねとあれ遅いなみたいなね。さあここを曲がります。そこらは構いません。あよし、そしたらちょっと待ってよ、ゆっくり行くわ。ここじゃなくて、あ間に合うかな、ここ。あ大丈夫、ここ。いやあまだ先で、そしてどこだ、ここ。ここじゃなくて、うん、そこのトラフがある。あ OK、 ここだ。ついにたどり着きました。イエーイ、曲がった。よし、なんか落ちたね。あとわかる？あ、なんかいい。あ、お父さんとお母さんから。すいません。遅い予定だったかな。通り過ぎたね。うん。時間も弱そう。あ、もう着く？うん、なんか着そうな気が。あ、そこそこ。この信号渡る？信号渡らない。渡らない？どこ？ここ渡る？あ、うん。あ、ちょっと見ないかな。あ、オッケーオッケーオッケー。そうそう。まあ、高田駅。はい。あ、ギリ間に合いそう。右？まっすぐ？こっちの方が早いかも。こっちの方が早い。オッケー。そして。こっち側？はい。さあということでね、もうそろそろ着きますので、我々はバーベキューを楽しんでいきたいと思います。葵くん今日はお疲れ様でした。またね、葵くんの活躍を楽しみにしていてください。今日の模様は1日ルーティンで流れますので、そちらの方もお楽しみということで、今日はこの辺で失礼いたします。ありがとうございました。さようなら。バイバーイ。